そして本当にね、世界の舞台で活躍されている宮本さんなんですけども、今このような世界中で大変な状況の中で皆さん頑張っていると思うんですが、たくさんご自身はですね、はい、現在どのような活動をされているんでしょうか？そうですね、まあ普段だったら世界中いろんなところを旅して撮影してるんですけども、7年前に日本に帰ってきて、日本のクラシックコース、日本もだんだん100年を迎えるゴルフ場が出てきたんですけども、今そういう古いコースを写真集の撮影で、全国を旅していて、朝早く行って日の出を待って、でプレイヤーの時は休んで、でプレイヤーが帰った頃にまたコースに出て撮影をするっていう。丸一日の作業なんですね。そうですね、もう空振りも多いし、お天気はなかなかままならないし、でもまあ今回その11月にマスターズに行くわけですよ。今回普段は4月にマスターズが行われてるんですが、まあコロナの初めて秋に11月にマスターズができるんですけど、基本的には取材制限を大幅にする中で、オーガスタが私に取材許可を与えて、ぜひ来てくださいと。やっぱり秋のオーガスタっていうのを、やっぱりこんな人生の中で、こんなチャンスはないかなと思って、11月、オーガスタに行きます。そして今後、その活動も含めてなんですが、これから3年後、はい、もしくは5年後を見据えて、今後こういう活動にも力を入れていきたいという活動がありましたら、はい、それも合わせて教えてください。まあ、人生を豊かにするのは旅だっていうのは自分の中でそう思っていて、それは人と会うこと。そういう人と会うことによって知らないことを知ったり、いろいろするんですけども。また、旅ができるように、世界中旅ができるようになったらね、いろんな行ったことない国にも行ってみたいと。今まではやっぱり有名なゴルフ場、ランキングがトップとか、ランキングが100、ベスト100だとか、そういう、ついつい有名なところにフォーカスが当ててたんですけど、63歳になって、まああと10年、仕事ができるとして、少しこの見方を変えて、有名じゃないところ、ひらびたゴルフ場、例えばスコットランドの果ての小さなゴルフ場とか、日本国内でも、北海道のあんまり人が行かないようなゴルフ場なんかに、そこで僕はどんな写真が撮れるかっていうのを試してみたいんですよ。たくさんの中で世界で成功するために必要なものっていうのは何なんでしょうか？まあ絶対これだっていうのは、未だかつてわかりませんけれど、人に出会うっていうことですよね。やっぱり人に出会うことが、自分の知らないこと、違う文化を知る、考え方の違うっていうことを受け入れるっていうことかな。やっぱり自然を取り始めて気がついたことなんですよね。最初はそのトーナメントを取ってると記録が一番だっていうことを感じるんだけども、ゴルフ場を撮影するように変わってから、絶対がない自然のいかに素晴らしいかっていうことを感じるわけです。それがやっぱりなんていうかな、自分を大きくしてくれたし、旅を続けられる一つの大きな後押しになってるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。いろいろな見方をして、本当に人といっぱい出会ってということですね、はい。そうですね。やっぱり、待ってたら誰も来てくれないわけですよ。自分から動かないと知らない人に会えない。私がこの事務所にいたら、誰とも会えない。だから自分から動くしかないなっていうのがあるんですけどね。なるほど。素晴らしいアドバイスをありがとうございます。はい、ではたくさん最後の質問になってしまうんですが、番組の定番質問というのがありましてですね、この番組がクリエイティブワールドというんですが、それにちなんでズバリたくさんにとってクリエイティブとは何でしょうか？はい、私にとってはですね、この言葉がいつも大事にしています。モーメントオブビューティー That will last forever。 なるほど。具体的にはどのような意味が込められているんでしょうか？これはですね、まあ我々写真家にとっていうのは瞬間というものを常に大事にします。これは日本語にすると、刹那の輝き、永遠の記憶というふうに私は感じています。刹那っていうのは、まあ仏教用語なんですけども、一瞬っていう意味ですね。で、写真っていうのは一瞬、
一瞬一瞬をこう止めていくのが仕事なんだけども、その輝いている一瞬を、やっぱり記憶の中に永遠にこう残す、そういう仕事だと僕は思う。だから、あ、綺麗だなとか、素晴らしい表情だなとか、すごいパフォーマンスだなと思った瞬間のその一瞬をどう切り取るか。それがやっぱり仕事をしていて楽しいし、やりがいのある仕事だと僕は思っています。なるほど。本当に一瞬一瞬に集中するたくさんのその集中力っていうのがすごく現れているアーティスティックなアンサーだと思います。ありがとうございます。そして最後になってしまうんですが、はい。この世界中の大変な状況の中で、皆さん頑張っていると思うんですが、はい、視聴者の皆さんに、温かい応援のメッセージを一言お願いします。はい、本当に人生で感じたことないような初めての皆さん、苦しい思いで、思うようにいかないことを経験していると思うんですよね。その思うようにいかないことの中で、でも、自分がイマジネーションする。自分がこういう夢を抱く。こういうことをしてみたい。で、そういうものに向かってですね、やっぱり諦めないで、いろんな雑音っていうのはいろいろ入ってきますけども、やっぱり自分の信じた道を歩んでいってほしいなと思います。はい、なるほど。本当に世界の第一線で活躍されているたくさんからこうやってメッセージといろいろな話を聞けて、僕自身もすごく光栄ですし、視聴者の皆さんもとても励みになったと思います。ありがとうございます。本日のゲストは宮本拓さんでした。本当に貴重なお時間をありがとうございました。And Taku has something very exciting that I'm pretty sure you're really going to enjoy. Stick around. ここは、ブリック&ウッドの、17番ホール。ミアヘッドが最後の設計としてこのコースを外作になったんだけども、彼は空軍のパイロットだったから、なんか平面のこういう T2 グリーンのデザインのことも考えながら、実は上空からのそういうデザインがどうなってるかっていうのをすごく意識した珍しい設計家だったかな。だから彼はゴルフ場に住宅を建てるっていうのも彼の発想だったし、その中で暮らすコミュニティっていうことまで含めて考えた設計家だった。でその中で大成功を犯したのが、カリフォルニアのミッションヒルズ、そして、ジャック・ニクラスと一緒に作ったミアフィールド・ビレッジですね。やっぱり彼の、傑作と言われているその2つのコース、彼の特徴をうまく生かしながら、コースを作ったと思います。じゃあここちょっと撮影してみます。今日はちょっと光がないんだけども、こういう谷の山と谷の地形をうまく利用した面白い設計になってますね。すごくプレイしたくなるようなホールです。ミアヘッドね、本当奇才ですね。面白い。ありがとうございます。Next, please enjoy Libra's music video. We'll be introducing Libra again in December. Please check out our Facebook page for more details. In mortal days.
I hope you enjoyed our show. Next week, we'll have a very talented guest. He's a bassist, composer, and arranger of legendary origins. Don't forget to tune in. You have a great week and stay safe. We'll see you next time. はい、僕にとってのクリエイティブはこれです。Привет, меня зовут Джак. Я один из артистов Либо. Во-первых, я пою. Да, я пою с моими друзьями из Либо.Raimi Online. Butiti Starovic, Jebe Venebele. Who's the guest on our next episode? How to subscribe to our YouTube channel. For details, please visit our Facebook and Instagram at CWTV Hollywood.